本日は毎月恒例ダイソーで買ってよかったもの商品ですけど、何か こんにちは、ももかです。はい、ということで久々にポニテしてここの横のウクレレ出したんですけど、ここ伸びちゃってて、なんかすごい長いのだとちょっとなんかうまくできませんでしたけど、許してくださいよ。もう6月後半なので、もうね、今年も半分終わりって考えるとめちゃめちゃ早いなっていうのが感じますね。でも前だって年越しした気分だもんね。ですぐ夏休みが来るわけでしょ。で、私もう間もなく2週間ぐらいに期末テストがありましたですね。早いですよ、スパンが短すぎる。なのでもうそろそろね、マジでテスト勉強し始めなきゃね、やばいですね。しかも中間と比べて期末の方が圧倒的難しくなるので、ちょっと舐めてたらやばいですね。コメントとかでも結構あったんですけど、怖ーい。で、皆さん前回の動画のあの社会の勉強法のまとめみたいなの見てくださったでしょうか。あのインスタの方で募集して、たくさんね、歴史とか、ま、あの勉強の仕方をアドバイスしてもらって、それをちょっとま、共有みたいな感じの動画だったんですけど、本当に皆さんたくさんの DM ありがとうございました。ちょっとね、今回期末はそれを活かしてね、勉強していきたいなって思います。で、他のねシリーズ、英語とか、ま、数学とか、もうちょっとそのシリーズをね、これからも出していけたらなっていうのはちょっと思ってますね。なんか個人的にもめっちゃありがたいですし、あと結構それを共有できるとね、いいかなって思ったのでね。ということで本日は毎月恒例ダイソー購入品総会、イエイ。ということで本日は7点、ラッキーセブンということで7点選んできたので、一つずつ紹介していきたいと思います。それでは行ってみよう。まず1点目はこちら、コンパクトミラー白拡大鏡付き。はい、こちらね、ま、普通にコンパクトミラーなんですけど、これ何がいいかっていうとね、一つ、まあ、一部分、一箇所だけね、目元が見やすい拡大鏡になってるということで、まあ、こっちのやつは普通の等身大なんですけど、すごいいいじゃんということで、まあ、サイズはこんぐらい、まあ、ちょっと若干大きめかなって感じで、オープンするとこんな感じで、めっちゃいいじゃん。こう二つに分かれてて、こっちが普通のサイズだね。まあ、こういう、サイズじゃん。で、逆にこっちは、ちょっと近いのかな？ズーム。ほら、ほら、目が、ほら。濃いですね。こんな感じで、やっぱズームされる感じで、やっぱね、めっちゃ目元よく見えるからね、こう、目になんかゴミ入った時とかにめっちゃ見れる感じだね。あ、めっちゃいいじゃん。ここはまあ普通の等身大で、ここは普通に使えるし。しかも別にこの等身大の幅が狭いとかじゃないので、全然使いやすいですね。これ超いいね。しかもシンプルなので、自分でシールとか貼ってオリジナルにデコってもいいかなって感じです。普通に欲しかったやつ。次。続きましてはこちら。ボディシートはピュアシトラスの香り、冷感タイプ、ヒアルロン酸ナトリウム配合ということで、保湿成分も入ってる。結構良きなボディシートですね。で、これめっちゃパッケージ可愛いのが、まあ、意外とパケ買いっていうのもあるんですけど、これね、サンリオのシナモンになってて、他にもサンリオのね、キャラクターのパッケージがいろいろありましたね。でね、20枚入りです。で、個人的にもうこれから暑くなってくると、もうめちゃめちゃ更衣室で着替えるとき、高校で着替えるとき、もうめっちゃ暑くて、もう汗ダックダックのときに着替えて、すぐ制服をこう着なきゃいけないから、めっちゃ嫌なのよ。汗びちょびちょの状態で制服着るほど嫌なことはないということで、結構周りのなんか部活してる子とかは、なんだっけ、シーブリーズとか持ってきたりしてて、で、うち部活もやってないから、シーブリーズを使ったことがないの、今まで。だから、もう使うっつってくれて、で、いいのっつって、初めて使ったけど、すごいスースーして、なんかね、新しい感じでした。シーブリーズの感想なんですけど。あとね、汗拭きシートとかも持ってってる子もいて、頭いいなって思って、ちょっと私も便乗して買いました。もうほんと嫌だよね、あれ。もう、背中とかね、びちょびちょになるんやなの。さあ、香りはどうなんでしょうというか、マジパッケージ可愛くない？これ。超可愛いんですけど、こんな感じ。あ、めっちゃいいね。超スースーする感じの匂いがするわ。なんか嗅いだことあるんだよな。なんだこの匂い、嗅いだことあるぞ。めっちゃでもさっぱりしそうな匂いだわ。20枚しかないから、ちょっと大事に、ちょっともったいないんですけど、いきます。一応今日もめっちゃ汗かいたもんね、体育。やっぱね、若干スースーするから、めっちゃ余計涼しさが感じれるかも。これでなんか風に当たったらめっちゃあれだね。涼しくなるね。これめっちゃいいわ。あー、いいですね。さっぱりしそう。これ持っていきます。次。
続きましてはこちら。マスコットは全部で4種類。どのマスコットが出てくるかをお楽しみ。指輪マスコット入りせっけん。こちら200円商品ですね。はい、こちらめっちゃ可愛くない？これ。なんか指輪のなんかバスボムとか結構よく見るんですけど、この指輪のマスカットが入ってくる石鹸なんですよ。すごくない？ほら超面白いと思って。でシークレットも入ってるしめっちゃ可愛いよね。でこれねちょっと今やりたいんですけど、これ YouTube ショートにしたいですね。なのでちょっとこれショートで上がるので、 YouTube ショーツで上がるので、ぜひね中身気になる方は YouTube ショーツをご覧くださいませ。多分上がってると思います。多分これ先に上がるかな、わかんないけど。はい、ということでよろしくお願いします。はい、レモンの香り。これ他にもね、種類ありました。なんかあの、虫とか動物シリーズとかティアラシリーズとか結構いろいろあったので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。次。続きまして、こちらズン。はい、こちら、イヤーカフス、え？イヤーカフスなのこれ。イヤーカフスセット、フェミニンシルバーカラー。これめっちゃ可愛くない？びっくりしちゃったんだけど。で、ダイソーさん、イヤーカフがめっちゃいっぱいあってですね、めっちゃびっくりしたんですよ。で、めっちゃ可愛いわけ。あの、ちなみに売り場こんな感じ。めっちゃ可愛くないで超迷ったんですけど、これめちゃくちゃ可愛くて見てください。このね、まず、このハートのほら、真ん中にちょっと、てんてんてんって、このジュエリー的なのがついてるハート、ジュエリー風かな？はい。で、ここ、ただのパールとシルバーの、こうシンプルなのと、このなんか、ハーブ巻かれてる系のやつ。めっちゃ可愛いと思って、これダイソークオリティちゃうな。これ100均クオリティじゃないでしょって思って、これ選びましたけども。これつけてみますね。すごい、開きやすいからすごいつけやすいかも。感じ？あ、すごい可愛いかも。めっちゃ可愛いかもしれない。ちょっとこれ一応全部つけて、ちょっとガチガチにして、ゴリゴリイヤーカフスにして。イヤーカフスっていうのが正式名称。すごい柔らかいの、ここが。だからすごい開いたり閉じたりしやすいからめっちゃいいの、これ。はい、こんな感じ。はい、まず右耳こんな感じです。めっちゃ可愛くない？これ見える？こんな感じ。ちょ、ハートになってめっちゃ可愛い。で、逆こんな感じで、ここにパール的なのと、このハーブ的なのがいて、めっちゃ可愛いの。これちょっと他のもね、揃えたいなってぐらいね、可愛いですね。これめっちゃおすすめです。かわよ。次。続きましては、こちら。ワイヤーポニー、スウェード調。ワイヤー入りで自由自在にヘアアレンジ可能ということで、これなんかね、インスタグラムで SNS はインスタで見たやつなんですけど、なんかね、ポニーテしてる時とかに、この、シュシュ的な感じで、こう、巻いてヘアアレンジできちゃうよみたいなやつですね。これもめっちゃいろんな種類ありました。はい、こんな感じなんですけど、これリボンっぽく普通に結んだり、こう、くるくるくるって巻きつけたりもできるやつです。ちょうどポニーテールしてるんでやってみる。普通にこう巻いていいのかな、こう。結構がっつりワイヤーがこう入ってるから。こうして。まずこう巻く。ふがいね、ちょっとリボンっぽくできてるこれ。こんな感じかな。ちょっとね、こう加わってめっちゃ可愛いですね。この格好に普通に合ってるし。あ、可愛いね。可愛いんじゃない？すごい簡単だし。めっちゃ簡単。こんな感じで、ちょっと最近流行ってる感じで、こう、ちょっと長めに巻いても可愛いですね。いいよ。超簡単。続きまして、ラストはこちら。はい、こちらはダイソーさんの、まあ、スリーピーコーナーなので、まあ、300円商品なんですけど、リボンスリッパベージュ300円でーす。ということで、これめっちゃ可愛くない？で、これ、うち的にいいなって思ったのが、このタオル生地っていうのと、あと夏とかだと暑くて靴下履かないじゃないですか。でもそれはそれで素足でこうペタペタ歩くのもなんかちょっと嫌じゃないですか。足の裏なんかゴミついたら嫌じゃないですか。なので、これがいいかなって、これぐらいなら全然暑くもないし、タオル生地だからすごいなんか気持ち良さそうだしということで、選びましたー。めっちゃ可愛い。シンプルで可愛い。で、色がこの茶色っぽいのとか、他にも色があって、であと別で生地の種、また生地が違くて、グレーっぽいやつとかもありました。ちなみに私、サイズは23から 24.5 にしました。履いてみます。はい、ちょっと今机に足乗っけちゃってるんですけど、こんな感じです。めっちゃ可愛いわ。すごいな、履き心地もいい、めちゃめちゃ。こんな感じ。めっちゃいい、めっちゃいい。履き心地超いい。気持ちいいわ。いいね。かわいい。パジャマ。かわいいパジャマ着てる時に履きたいですね。今ちょっと裸足で履いてみたんですけど、若干厚さはあるかなって感じ。タオル生地って言ってもちょっと厚めかなっていう
リボンのところが覆われてるから。まあね、夏とかでも足冷えちゃう寒がりさんにはおすすめです。チャンネル登録してね。はい、ということで今回はダイソー購入品紹介ということで紹介しました。いかがだったでしょうか。で、ちょっと最初にね、7点って言っちゃったんですけど、6点でしたね。すいません、間違えちゃってました。これとこれとこれとこれ。ということで、まあね、ちょっとね、これはまた近々ショートでも上がると思うので見てほしいなって感じです。すごいね、個人的にお気に入りになりましたね。これもめっちゃいいし、これも顔めっちゃこれ、個人的にこれ大優勝かなって感じ。イヤーカフス。これ、特にこのハートのやつとかめっちゃこれ可愛いし、普通だったらなんか500円とかしそうなぐらいのレベルなので、これめっちゃおすすめです。ということで、ぜひ皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。また何か気になる商品やったら紹介したいと思います。それでは皆さん、バイバーイ。これもなんか今日の服になってて陽気かも。ちょっと焼肉。Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? Oh, oh. I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.